いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでデトさんですね。はい、レボリューションのインナーです。よいしょ。はい、じゃあこちらね、開封していきます。発送は水曜日で、ね、納品も頼まれるということで、時計回りに、はい、ね、開けていきます。ちょっと置けきれないんでここに置きます。初めの一箱がね、これ手痛いっすよ。ちょっと待ってください。はい、じゃあね、開けてきます。多分まあ20、25分ぐらいかな。よいしょ。箱は破棄でということで、コンパクトにして。コンパクトにするとね、もう2箱分ぐらいあればこうカード詰めれるかなっていう。はい、レベルですんで。3箱ぐらいかな。まあ、インサートとか。で、逆さなんですよね。で、いきます。はい。ベースインサートルーキー分けていきます。これパラレルですね。で、ベース3枚ね、下ね。はい。ルーキー。大体なんか3番目ですね。サインカードとか入ってる場合もね。はい。落合さん。ルーキーですね。パラレルでいかにルーキーを引くかでかなり枚数ね。ルーキーの枚数も変わってくるっていう。はい。お、フラクタルですね。インサート。ブーカー。あとやっぱずっと見てると目が痛くなってくるっていう。ヤニス。あ、シリアル。はい。トバイアスのインパクト。一応、インパクトが一番上なのか。一番ね、シリアルが大きい。はい。エドワーズ。で、フラクタルのレバートだ。頑張ってみたいですね、レバート君も。はい。トレイヤング。シリアルだけの箱でした。でもなんかバスケのレボは例年通りですね。なんかサイン2枚上から下から2枚、なんかちゃんとそうなってますね。まあただ全部が全部とは、はい、確定ではないので、その点だけね、ご使用のお客様はご注意ください。大体っていうレベルぐらいです。はい、あ、こうだ。よいしょ。はい。で、上4つ開けて、ね、お店に、フル8箱で相手を置いてあって。お、レブロン、リフトオフ。ジャイアン。で、フラクタルがここに入ってましたね。そう、まあ、たまにだがこういう風な変則もあるんで。アイビーじゃない。デュレンだ。はい。テリーさん。これはなんだ？あ、ギャラクティック？じゃないわ。ん？シリアルだ。はい。ちょっと待って。ホルムウェンだ。これ何これ？あ？シリアルないの？プライムタイムパフォーマーズ。初めて見たよ。何これ？レアインサート？へぇ。カタログにあった？まあいいや。まあホルムグレーなんでね。かっこいいですね。金ホイルで光ってますね。うん。ちょっと入れておきましょうか。
かっこいいね。ほら、シリアルがない。あ、パラレルね。キー頑張る。頑張ってるようで。よいしょ。まあ、ホックスパイセンもいますからね。シリアルだ。ルーキー。はい。ボールドウィン、ジュニアですね。これ何シリ？キュービック？ 50 シリだ。お、アイビー。ね。あ、もう一丁シリアル。キュー頑張れ！インパクト。連チャン来ましたね。はい。はい。2箱目。なんかよくわかんない。裏書いてあるのかな？あ、これだ。カレードワンワン引きたいね。カレードワンワン引きたい。まあでもこれだけ、ね、インナーの8枠開ければ、シリアルが10から12ぐらいは出てくるんで。まあ一番上が149だとしても、うん、まあ、10ケースか。10ケース1ぐらいか。まあ、まあ、引けなくないよね。引けるよね。引けちゃうよね。はい、じゃあ行きまーす。お、リフトオフはジャイアン。ジャイアン頼ますよっていう。ねえ、人生は長いっすよ。まあでも計算しても十分生活できるレベルにあるでしょうけど、もう今の段階でも。スーパーノバのテイタ、あ、これサインかな。ね、白いもんね。ジャバル・スミス・ジュニア。おー、いいっすね。はい、後半どんどん良くなってきましたね。まあテントリアのね、1年先輩さんとかがいるからでしょうけどね。え、もうあと2年ぐらいしたらもうガタイも良くなるでしょうし、もっとね、得点能力も上がればね。あとはもうご自身の努力ですね。よいしょ。とりあえずグッチは切るとは言えないですけどね。シリアルです。マキシー君。はい。まあ、ちょっとジャイオン君見てると。まあ、ちょっとね。あ、またシリアル。ラメロ。あ、すごいですね。シリアル2枚ずつくらい、こう、出てきてるイメージですね。こうか。ドンチ。レバーと。まあおしゃれするのはいいことですけど、まあちょっとなんか、うん、怪我でもしょうがないのかな。でももう3度目ですからね。難しいですよね、でもね、ほんと。よいしょ。正確ですよね。はい。ダニエルズに、ルーキー・デイビスさん。うん。カニンガムのフラクタルですね。あ、バンケロ。はい。と、またこれサインじゃない？クラウド。クラウド。おー、ジャマール・クラウド懐かしいなぁ。はい。おー。結構ね、懐かしいとこも入ってますね。
まあいいか、ちょっととりあえずこれ開けてからにしましょう。はい、レブロン、ヤニス、カリ、ラメロ、ルーキー2枚、あ、シリアル。はい。ホリデー。うん。いい選手です。ね。ホリデー、ミドルトン好きな人に悪い人はいないですから。もう 100% バスケ好きですっていう。だよねっていう。はい。ベインクね。で、後半の下の4箱。ちょっと待って。手が入らない、指が入らない、よいしょ、ねえ、こうきっちり入っていくからね。あ、そっか、ちょっと待って、とりあえずこう、ホルムグレン出たから、あ、じゃない、ホルムグレンはインサート、ジャパリスミスだ、ね、シリアル以上は後で全てローダーに入れておきます。ジャバリスミスいいですね。よいしょ、あ、キーガンマレーのシリアルも来てんだな、これもいいね。なんかレベル高かったですよね。なんかスタッツ見ても今年のルーキーって。全然こう PB してなかったから。選手全然わかんない間にシーズンが終わってしまいました。状況になりました。まあでもこの先ナショトレとか今ケレ、今ケレは後なのかな、ナショトレが先出て、よいしょ、あ、パタパタ、よいしょ、はい、まあでもこの辺りの製品をこうたくさんこう取った感じの割り当てになるんで、よいしょ、店長もこうちょっとね、みんなが敬遠してしまう製品を、まあメーカーさんもそうですけどね、売れない製品をより取ってくれたとこにいっぱい分配しますよみたいな、まあそういう人付き合い的な分配もあるので、はい、レボリューションフラクタルです。ジャバリ、うん、カリーですね、うん、リフトオフがやっぱかっこいいですね。はい、コロコ、ヤニス、で最後ですね。あ、光ってる、お、名前見えちゃってるけど、はい、ギリですね。はい、これ何シリだっけ、99、うん、はいはい、開け終わりました。今のところサインが2枚、これがちょっと分かんないですよね、このホルムグレンが。もうサイン食う、いや食わないよね多分ね。ちゃんとサインはまあ4枚出ると思います、下の段も。
じゃあ行きます。これが6箱目です。イングラム。あ、フラクタルに今入ってる。ね、ほら。フラクタル、フラクタルですよ。ギャラじゃないですか。ね。まあ、滑り込んで入っちゃってるパターンですよね。はい。フラクタル、ヤニスだ。インサート。うん。サインだね。どなただ。オラディポ!マイアミオラディポっすね。うん。彼も移籍、まあね、結構しますけど、安定した活躍をずっと続けてますね。ジャバリだ。いい選手ですね。オーランド行っていろんなとこ行ってまたマイアミ戻ってきたっていう感じなのかな。ね、フロリダ州また戻ってきた。はい、ヨビッチ。あと2つ、はい、あ、シリアルだった。ヒールド99。クミンが、はい、で残り2個だな。よいしょ、残り2個。まあ多分管理されてるところはもうね、ジャバリ出てますから、管理されてない以外の選手のこうね、ちょっといいところが来るといいですけど。はい、じゃあ行きます。ヤング。エドワーズ。はい、ソハンちゃん。モラントですね。フラクタル。お、レブロンもね、いいっすね。フラクタル。アイビーのグローブ来ましたね。よかった、これ。ルーキーだった。テリーですね。はい。いいっすね。OK。で、テリーのサイン。テリーさんどうだったんですかね。ホルムグレン来ました。ボルちゃん。かっこいいっすね。バトラーとルーキーですね。デイビス、フラクタル、ルーキー、あ、ソワちゃん、はい、うん、シリアル、あ、アンソニー・エドワーズ来ました。マッサンとアンソニー・エドワーズ149。カードの状態、これかなりいいですね。よいしょ。グリフィン。バンブリッドですね。よいしょ。はい。サインが出ました。で、ラスト。まあ、ここでサイン出れば、やっぱ下の段、上の段の5ずつですね。まあ、大体ですけどね。大体ですけど。はい、できます。あ、キーガンマレー。はい。と、マラキさん。カリーですね。デュラント。
スコペン。はい。お、キーガン・マレーのフラクタルですね。インサート。うん。ちょっとアイビー少なめ。ですけど、まあ、うん。あ、バンケロ。はい。グルーブのバンケロ来ました。これいいね。あと4パック。丸かね。お、サインどうすか？グリーン。ブルックス。あと2パック。テイタム。で、ホリデー。レブロン。ですね。で、ラスト。ラスト来る。シリアルがあるよ、だって。はい。あれ？あ、出てるわ。出てるわ。オラディポがいた。オラディポがいました。はい。で、シャープのシリアルキュービックが来た。はい、50です。いいですね。そうだ。オラディポくんをちょっと忘れておりました。なので、サインは4枚出ております。これは入れておきましょうか。まあ、とりあえず、ざっと入れて、リキャップ的なところをしておきます。まあ、シリアルベテラン系は全部後で、スリーブに入れ、まあ、入れてありますけど、ローダーにも入れておきます。サインは、ルーキーにベテランに、という感じですね。オラディポだ。よいしょ。はい。ね、サイン読んでてます。だから、まあ、上に下にで出てたということですね。はい。ということで、よいしょ。シリアルは、1、2、3、4、あ、カレルキだ。5、6、7、8、9、10。シリアル10ですね。シリアル10で、一枚、ホルムグレンの、金ホイールで光ってるんですけど、シリアルが出てない。まあ、キーガンマレーね。シャープもいいよね。これが出ましたね。シリアル表にもないよね。うん。ないですね。うん。はい。それと、こちらですね。ルーキー2枚、ベテラン2枚ですが、ジャバール・スミス・ジュニアが来ました。いいですね。はい。ってことでね、マレーもシリアル来たし。はい。ってことで、発送は水曜日ですね。また、追加とね、用品とご注文いただければ一緒に投稿できます。ありがとうございました。